三角筋全部をストレッチさせることが大事ですので、このようにベンチの角度45度よりちょっと低いくらい、この時もうすでに三角筋の全部が伸びています。皆さんこんにちは、山本由伸です。今回はベンチプレスがなかなか伸びない人、そのための3つの種目をお勧めしたいと思います。まずベンチプレスが伸びない理由の一つなんですけれども、上腕三頭筋が弱い、そして動作中に上腕三頭筋と大胸筋をうまくリンクさせることができないという問題があります。例えばベンチプレスってこの辺まで上がるんだけど、腕の力で伸ばしきることができないということが結構多いですね。それを解消する一番いい種目としてはリップスがあります。普通のベンチプレスですとこの辺まで上げてですね、もう大胸筋が収縮しきっていて、あと腕だけで上げるというようなことがあったりするんですけれども、リップスだと結構狭いグリップでやりますので、そうしたことがない、それを解消できるということになります。では早速リップス、ここでは大胸筋にもしっかり効かせていきますので、ちゃんと前傾して、そして肘はちょっと開き気味にして絞り込んでいくというやり方でいってみましょう。体はこのように前傾させて、肘はちょっと開き気味にしていきます。はい、ありがとうございます。このリップス強くなってくるとベンチプレスの重量も一緒に強くなってくるということがあります。そしてもう一つ上腕三頭筋の種目としておすすめしたいのが、スミスマシンのストッパーを使ったインクラインプレスというものがあります。ではそちらをやってみましょう。それではセーフティーを使ったスミスマシンのインクラインプレス、まずはやってみましょうか。はい、では手幅は肩幅ぐらいにして、そしてセーフティーまで下ろします。下ろして一回止めてから上げる。これはちょっと肘は開き気味にして下ろして、ネガティブゆっくり下ろして止めてから上げるという感じですね。止めて、このように一回下ろして力を抜いてから上げるというようにしていくと、ベンチとしての動作の力の発揮に役立っていきます。先ほどのリップス、そしてこちらのインクラインプレス、どちらもですね、ヘビーウェイトで筋力を高めていくということで、だいたい5回ギリギリできるぐらいの重量にしてみてください。かなり重い重量である。それが上腕三頭筋を強くしていくための秘訣となります。そしてもう一目、ベンチプレス今伸ばしきるのがダメだという話をしましたけれども、下からこのように上げていくですね、インクラインフロントレートをやることによって三角筋全部を鍛えることができます。そうするとベンチプレスで下ろしきったところ、一番下ろしきってプッシュ、離していくところでの力を強くすることができます。じゃあインクラインフロントレートに移ってみましょう。このインクラインフロントレートは三角筋全部をしっかりストレッチさせることが大事ですので、このようにベンチの角度45度よりちょっと低いくらいにしまして、それでやってみましょう。このようにしっかり下ろして、この時もうすでに三角筋の全部が伸びています。そして上に上げていきましょう。これが普通のインクラインフロントレンズなんですけれども、三角筋の全部は内旋させる動きがあります。そしてベンチプレスの時も大胸筋は内旋させる働きがありますので、慣れてきたら上げながらこのように内側にひねっていきましょう。このようなフォームでのインクラインフロントレーズですとベンチプレスの強化に役立ってきます。はい、ありがとうございます。これも筋力強化ということで、5回から6回がギリギリできる重量でやるようにすると良いと思います。ベンチプレスがなかなか伸びないという方は、このインクラインフロントレーズ、そしてリップス、スミスマシンのインクラインプレス、この3つをぜひ試してみてください。はい、それでは Q&A の方に移りたいと思います。腹筋も他の部位と同じように同じ種目だとマンネリして筋肥大しなくなりますか？
ということなんですが、腹筋はですね、なかなか種目がバラエティがないということで、できる種目がちょっと限られてます。ですので種目をバラバラ、変えるというよりはレップスを変えるというようにしていくと良いと思います。あともう一つ、テンポを変えるというのもいいです。例えば普通のボールクランチなんかだとポンポンやると30回ぐらい簡単にできてしまいます。でもゆっくり下ろしてゆっくり上げるというフォームだと20回でかなりきつくなるということもあるんですね。だいたい腹筋って結構自重でやりますので、なかなか負荷を変えられないんですけれども、テンポを変える、ゆっくりやるような日を、入れていく、そしてゆっくりでポンポンとやって高回数をやるというような感じでですね、バラエティをつけていけば腹筋マンネリ化しないと思います。そして時々は左右交互にひねったりとか、あるいは腹筋の前だけではなくて脇腹ですね、前にウィンドミルという種目を紹介したりしましたけれども、そのような感じで脇腹の方を重点的に鍛えるとか、そのような感じで新しい種目を入れていくということも可能になってきます。今回はベンチプレスを伸ばすための3つの種目、そして腹筋のマンネリ化しないための対策についてお話しいたしました。面白かった、興味が持てたという方はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。